通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界一ニュースの時間です。さあ本日はですね、以前もお伝えしました日本のアニメの海外のローカライズ問題、これについてですね、この番組の視聴者様からたくさんのコメントをいただきました。本当にありがとうございます。本日はこれらのコメントをいくつか抜粋いたしまして、海外のニキたちに届けようという動画になっております。日本の皆さんにとってもこの問題点というのが再確認しやすいんじゃないかなと思いますので、よろしかったらぜひ最後までご覧になってみてください。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。このチャンネルで以前ですね、日本のアニメーションの海外のローカライズ事情がいかにひどいことになっているのかという動画を3本ほど公開しております。で、これについてですね、大きく反応してくれたのが海外のニキたちなんですね。というのも、そのぐらいですね、日本人がどう思っているかというのが海外に伝わっていなかったというわけです。で、実はですね、海外では、特に現在のローカライズの事情を擁護する人たちにとって、この日本で議論されていないという状況がいいように使われてしまっておりまして、日本人は実際に何も文句言っていないじゃないか、これがエクスキューズとして使われてしまっているんですね。ですので、今回これがね、いいきっかけですので、いや違うんだと、我々は知らなかっただけで、きちんと日本人にも意見があるんだぞ、そういう証拠になる動画を残しておこうと思いました。現在もですね、こちらのチャンネルの動画が、そういった人たちに対しての強力なエビデンスになっておりまして、日本人なんかどうせ何も言ってないじゃないか、という人たちに、この動画のリンクがドーンと出される。ほら見てみろ、金魚たちがああやって言ってるじゃないかと、ね、すっかりぷくた金魚になっておりますが、金魚のこの動画を見てみろよ、そういう風にね、ドーンと提示されて、ブロックされるっていうね、そういうところまでがセットのようですが、そういったね、層に対しての強力なエビデンスになってるんですね。現在ですね、このチャンネルで、ローカライズに対して出した動画が計3本あるんですが、これを収録時点で合計で4134件のコメントをいただきました。このチャンネルの規模感で言っても最大級のコメント数となっておりまして、その中からより多くの方の意見を代弁しているような代表的なコメントというのをいくつか抜粋して紹介していこうと思います。日本のアニメ関係者の方からもコメントいただいておりますので、そちらもご紹介します。I think this video will be very useful for you guys, so please try use caption. It's been adjusted to make it easier to understand and should help you.Now, let's get started! ドクターの世界時事ニュース。ではここから早速コメント読んでいきたいと思います。アニメ制作者です。ローカライズは意訳の範囲に留めるべきだと思います。こういった解訳は制作者の意図をねじ曲げるものであり不愉快です。このね、嫌なものをはっきり不愉快ですと発信していくのって結構大切なんじゃないかなと思いますね。架け橋の美しさで人々を感動させるのが翻訳家の使命だと一連の動画を見るまでは思っていました。誰かを不当に傷つけ思想をねじ込むことに達成感を得ているプロが許されている現状は悲劇であると同時に不幸でさえあると思います。でコメントではですね、翻訳家というワードがねたくさん出てきますが、ここで話しているのはつまりローカライザーのことだと思ってください。日本語の場合は翻訳と言った方がはるかにね文字数が少なくて楽なので便宜上翻訳家と言っていますが、翻訳とローカライズの違いは皆さん分かってますからね。これもですね、翻訳家とローカライズの違いも分かってないじゃないかというのがよく使われるエクスキューズなんですね。ですので一応ね、海外2期のためにお断りしておきます。翻訳の改変がここまでひどいのを知っている日本人はまだまだ少ないと思うので、こうして声を上げていくのはとっても意味のあることだと思う。これからは日本で英語翻訳ぐらいは同時に出してほしい。そうすれば少しはマシになるのかな。日本でも拡散すべき問題ですね。非常に不愉快です。ね、不愉快言っていきましょう。こちらは漫画家さんですかね。一漫画創作者として、一つのセリフに何日も悩んで、これぞという言葉をひねり出したり、逆にテーマの核心となるセリフを光らせるためのストーリーを考え、何枚も作画したりします。意図して改変をされるのはとても悲しいですね。ね、一つ一つのセリフに魂がこもっているんだと。こちらね、アマチュアで漫画を描かれている方ですね。私はアマチュアですが、自分の漫画が声をかけてもらって、海外用に翻訳されたことがあります。日本語しかわからない私の漫画が、英語、中国語、ロシア語、アラブ語になりました。これすごいですね。メールのやり取りをした相手は日本人でしたが、翻訳作業をしたのが誰かはわからないし、サンプルをもらったところで何と書いてあるか、キャラクターの人格が細かく忠実であるか、ストーリーに齟齬がないかなども全くわかりません。やっぱりそうですよね、普通に考えて。原作者は確認のしようがないと。漫画の構成は漫画を作る段階で作者がまず自身で行います。その次に編集など第三者が介入し、やっとの思いで世に発表できるのに、良い仕事をする気のない馬の骨に自分の作品を汚されるのはさぞ無念なことだと思います。もうこれはまさにね、当事者だからこそわかる胸の内ですよね。こんなことが行われているとは教えてもらうまで全く知りませんでした。他人の作品を改変して平気でいるのが驚きです。一つの要素としてこの人たちの中に日本や日本人を見下す意識があるんじゃないかとも思います。一段低い生き物が作ったものだから自分たちが好き勝手にしても構わないという感覚がどこかにあるように感じます。何にしてもこれは侵害であり侮辱であり国際問題です。日本は政府も民間もこうした場合まあまあという感じで取るべき対応を取らず放置してしまいますが、そういうのを続けてきた結果すっかり舐められていてこういうことまで起こってしまってる気がします。こちらね、アメリカに住んでる日本人の方ですね。米国住みです。こちらの活動家たちはとても過激です。
日本の文化が自国の政治に使われていることにとても憤りを感じます。これって日本側が米国の法人に版権を売る時の契約内容にしっかり明記していないのでは。やっぱりね、この契約に問題があるんじゃないかと言ってる方も結構多かったですね。翻訳家って原作に敬意を払って仕事をしていると思っていました。まさか原作を踏みにじって喜んでいる人がいるなんてショックです。他人が心血を注いで作り上げた作品を簡単に汚してしまえる人間が業界で仕事ができているのが信じられないね。これも個人の問題じゃなくって、そういう業界の体制になっているというところが問題なんですよね。日本人として感じることは不快でしかない。活動家がやっていることは泥棒であり、それ以上の所業であると感じる。とても醜悪だと思う。ねえ、あのカンファレンスの模様を見て、やっぱりね、この欧米の声優陣やローカライズ業界の人々、あの人たちがね、アクティビストにしか見えないというのは多くの方が言ってましたね。こちらはコミカライズのお仕事をされている方ですね。私は原作者ではないのですが、原作の小説をもとにその作品をコミカライズにする仕事をしています。これはローカライズともそこまで違った仕事だとは思っていません。文章だけの世界のものを、絵と文の世界のものにローカライズするようなものです。もちろんその過程で、ほぼ文章だけの原作にはないセリフや行動などもキャラクターに言わせたり撮らせたりしますし、その方がいい場合もあります。ですが、それは文章だけの場合に想像で保管できたものが絵になるとそうもいかなくなるなどの事情があるためにしょうがない範囲のこと。コミカライズにおいて作品自体を理解し、キャラクターを理解し、キャラクターが言うだろうセリフ、取るだろう行動から逸脱してはいけないことを念頭において行っております。それはもちろん私自身の思想心情もできるだけ代弁もさせちゃいけないことは当然のことです。作者の思想心情を作品キャラクターを無視して代弁させてしまうと、その瞬間からそのキャラクターではなく作者そのものになってしまうからです。キャラクター自体を殺してしまうのと同意でしょう。アメコミがポリコリに振り切って人気がなくなってきたのは、アメコミのキャラクターを同じ状況にしたから偏った作者を見たくない読者が離れたのだと思います。こうした活動家と同義なローカライザーは即刻活動をやめ、求められた仕事だけをするべきだと思います。自分のキャリアを捨てたくないのであれば、日本のクリエイターが頭を悩ませ、何度も表現を検討して、これがこのキャラクターだって作り上げたものを、あら、私たちの政治思想を主張するのにぴったりって利用するのが文化盗用じゃなくて何なんだろう。活動家が自分たちの思想を詰め込んだアニメをもし一から作ったとしても誰からも相手にされない。そこでより簡単でお手軽に日本の人気のアニメコンテンツに乗っかる形で思想をねじ込んできているんでしょうね。本当に胸くそ悪い。でも企業がそれを良しとしていて放置しているなら、打てる手立ては少ないですよね。これもね、多くの方が指摘していますね。日本の企業は何やってんだと。これ見るとブシロードが魔法使いの嫁を AI を活用した翻訳でリリースするっていうことに完全に同意できる。人の作った作品に余計な一手間を加えて啓蒙してやるといった考えが非常に気に食わない。ブシロードはよくやった。こちらゲーム業界の方ですね。私はゲーム業界で働いていますが、自分たちが必死で作り上げた作品でこんなことをされたら、見てしまったと考えたら本当に悲しいですし辛いです。キャラクターが話す言葉、その一言一言に私たちは思いを込めています。その言葉を登場人物が話すのにどれだけの人が関わっているのか分かっているのでしょうか。たった一言だと笑って書き換えられたらたまったものではありませんね。無駄な言葉など何一つないのに、自分たちの言語能力を上げる時が来たのかもしれませんね。無駄な言葉など一つもない。そもそもこれをローカライザーが分かっていないんじゃないかという状況が問題ですよね。洋画の日本語訳が美しくて感動したことがあります。日本のアニメや漫画やゲームはファンにとって大切な作品なので、そういう仕事をしてほしいと思います。フランスの話なのですが、以前フランスでは日本のアニメ放映する際、アニメを子供向けと決めつけてセリフを幼稚なバカバカしいものに変えていたそうです。内容がかなり違っていて、それが嫌で日本語でアニメを理解したくて勉強して日本語教師になった知り合いがいます。これすごいですね。どこの国であっても内容を変えるのはやめてほしいですね。この方は翻訳家さんですね。フリーランスで翻訳の仕事をしていました。文化をうまく伝えるためにあまたある言葉からベストの言葉を選ぶのが翻訳者の仕事であり、誇りであるべきと信じて仕事をしていました。翻訳文に自分の思想を入れるのはプロパガンダと言っていいと思います。いや、本当そう思いますよね。本来であれば翻訳家とかローカライザーっていうのはものすごい高度なスキルを要する尊敬されるべき職業なわけじゃないですか。アニメだけではなくってその職業自体を怪我しちゃってるってことですよね。これほどの改ざんが常態化していることに驚く。特定の思想を主張するために内容を変質させるような行為はもはやローカライズとは言えないし、このような行為をする人は職務を全うしているとは言い難い。疑問で仕方がないのだけれど、なぜこれを正しいと主張できるんだ。私の知り合いの外国人は本当にアニメ文化が好きだから、訳されたものを見ずに日本語を学んでいて、ほぼ内容が分かっていて話す日本語が面白いけど、努力家でまっすぐ見るから好き。海外の翻訳家はそんなことすらできないのが残念。ローカライズはそのうち AI に全部取って代わられると思うけどね。
リスペクトと情熱を持った本当の翻訳家にはなかなか変えられるものではないと思うけど、その保証も証明も難しい以上は人間より生成 AI の方が安心できると思う人は多くなるはず。もちろんね、日本の作品をリスペクトして本当に好きでこの翻訳家ローカライザーになっている人もいると思うんですよね。ただそういう人たちには悪いけど、ここまでひどいことになっているのであれば AI やむなしと、これをね言ってる方非常に多かったですね。アニメの映画字幕を見ていると優秀な翻訳もたくさん見かける。苦労して訳したんだなっていうのもある。スラングが入っているのはなかなか AI では難しいところもあるから、なかなか AI に全部翻訳させるのは難しそう。でも内容を変えるようなのはあかんよな。単純に疑問なんだけど、なんで仕事に私情を持ち込むの？求められているのは与えられた仕事を人気通り正確に終わらせることであって、政治的な主義主張を言えるものじゃないと思うんだけど、普通にクビでしょ。ねえ、業界自体が正常ならね、まあ、即刻クビなんでしょうが、つまりは業界自体に問題があるってことですよね。昔実家にホームステイしていた留学生が、翻訳されたアニメは見たことがあるけど日本語の原作の方がより物語を理解できるし、翻訳もあまり正しくない時があるって言ってて、日本語の原作を読み漁ってました。今ならどういう意味だったのかわかる気がします。翻訳家の悪意や思想を作品に盛り込まないでほしいです。日本でも洋画を字幕なしで見たいからって言って英語勉強する人いますよね。だからこれを見る限り、日本の漫画をそのまま読みたくって日本語勉強する人って本当にいるんでしょうね。これに関しては知らなかったのでとても助かります。そしてこれに関しては勝手に宗教や政治利用されているので最大級の侮辱だと思う。自分の作品ならまだしも他人の作品でマウントを取るなよ。日本文化を歪めて利用することは文化盗用であり、日本文化への侮辱だと思う。日本文化を侮辱する人間が日本文化を伝える仕事をしていることが誰にとっても不幸だ。今の翻訳家が需要を満たせないダメなものしか提供できないなら、他に適切に供給できるところが作ってほしい。アメリカのコンテンツを許可なしでここまでいじくり回して公式化のようにリリースしたら訴訟問題だと思うんだが、やっぱり契約の問題もあるんでしょうね。あと力関係ですよね。大手であればね、これを売りたいんであれば原作改変するなよと強く出れるでしょうが、逆だとね、流通面握られてると下手に出ざるを得ないっていうのはあるのかもしれませんよね。難しい問題。日本と異なる文化の国で視聴者に楽しんでもらい理解してもらうには、一部の表現はその国の文化に合わせて直した方が双方にとっていいと思う。そのような目的ではなく、翻訳者の私的な思想や感情で制作意図と異なる表現に変わるのならば、一部の人だけが満足するだけで制作も視聴者も楽しめなくなるから作り直すべきで、日本の文化の尊厳破壊に当たると思う。もう本当に終わってる。こんなことを許していいわけがない。原作者は命を削って必死に作品を作り上げているのに、それをねじ曲げて自分たちの思想をねじ込むとか人間のすることじゃないよ。海外に来たち安心してください。私たちは知らなかっただけです。日本のオタクは憤りを感じています。この改変は許せません。これは日本の企業は野放しにしてはいけない。こんな風に翻訳家が勝手に自分の主義主張をアニメに盛り込むなら、 AI 翻訳が導入されるのはやむなしだし、正確に仕事ができないやつを高い金で雇用しているという企業にとってもマイナス点にしかならない。翻訳という仕事に自分の思想を持ち込まず原作を尊重してくれってだけなのに、話を聞かないどころかレイシスト扱いしてくるのが本当に腹立つ。契約の段階でガチガチに固めておくのが今のところ一番やりやすい対処法なのかな。作者への侮辱だろ。作って伝えたい内容が正しく伝わらないんだから。原作者の表現したいものを忠実に表現しようと、様々なプロの方々が懸命に作り上げたアニメを海外の方にも楽しんでほしい。この世界観を共有したいと思っていたのに、原作には全く関係のない人間の思想で作り変えられるのは、これはもう盗作抜きでは。どんなに素晴らしい原作でも翻訳者が勝手に改変することで本来の面白さが海外に伝わっていないことが悲しい。もう本当にこれですよね。原作からアニメ化の際に原作者、出版社、アニメ制作会社、プロダクションの制作委員会が作られるのが現状一般的ですよね。その際にローカライズを依頼すると思われるので、そのローカライズに対して制作側の意図をなるべく正しく訳してもらうというところまで責任を持つことが一番なのではないかと思います。きちんと契約書を作成しサインしてもらう。その契約を守れないローカライザーとは契約しないと。とにかく日本は腰が引けてると思います。海外のアニメ感想サイトにやたら翻訳についての話題が多かった理由を初めて知りました。映画業界では翻訳字幕をもう一度言語に戻し、監督や制作側にチェックさせることもあるようです。一視聴者ではこういった問題について言及しづらいですが、原作者や権利会社に認知されると状況も変わると思います。問題はそれを解決するためのコストを誰が負担するかということになりそうですね。わざわざ作品を改変することについては非常に残念でなりません。リスペクトがないのでしょうね。日本人があまり危機感抱いてないのやばいよ。やってることが美術品にペンキぶっかけて抗議する環境活動家と同じレベルなんよ。でもこれ言われてみれば本当にその通りですよね。芸術品にペンキぶっかけてるわけですから、やってることは変わらないと。本当にその通りだなと思いますね。この件について翻訳を改変する人たちも悪いけど、日本の企業が野放しにしちゃってるのも悪いと思う。この現状をアニメ、ゲーム会社は知ってるのかな。日本のアニメゲームが好きで楽しみたい海外の人に本当に申し訳ない。日本には相手を尊重するという文化があって、大きな議論にならないのはこのためだと思う。作家も会社を尊重するとか会社や専門家を信じる傾向が強いのだと思う。解決策としては日本が好きで
来日している外国人をローカライズに起用すべき。日本に興味のないローカライザーは日本の知識が全くないので気持ち悪い主義主張が入り込む。日本に造形のない人間が翻訳してもそれはローカライズとは言えない。推しの子のアカネはベジタリアンと誤訳されてしまったのが本当に残念。ちなみにですね、以前話題になりました脚本家兼声優のあの方は日本語を話せないそうです。つまり翻訳とローカライズの過程が別になってるってことですよね。言語を置き換えるという翻訳自体をしてないわけですから日本への理解って全く必要ないんですよ。上がってきた翻訳を見てそれを改変しているだけのようですね。つまり日本の文化は全く興味ないと思います。仕事に不要なんでね。確かに著作権やサブカルチャー関連の専門家を集めて会議やらないと将来日本のアニメ産業に悪影響を及ぼすかもね。結局見下しなんだよね。日本の低俗なアニメを進んだ自分たちが変えてやっているんだっていう傲慢そのものなんだよ。日本人から見ればこのような行為は彼らが文化盗用と非難する行為よりもひどくあってはならないことです。文化改変、侵略と呼ぶにふさわしいでしょうね。これは AI 化やむなし。活動家が翻訳したら作品がおかしくなる。声を上げてくれていた海外日たちに感謝。大したことないっていうぼやきみたいなセリフでも一つ一つがキャラクターを作っている大事な要素だから頑張ってね翻訳家、応援してる。原作のニュアンスや意味を忠実に再現するのが翻訳だ。それまでその作品に携わってきたバトンを海外の人に届ける責任の重い仕事。翻訳の内容次第で積み重ねてきた意味が伝わらないのであれば今までの工程、演出、声優のニュアンス等数えきれない苦労は水の泡となる。それまでに一体どれだけの人と時間をかけてきたものか想像するといかに緊張感のある仕事かわかるだろう。日本でも語訳と組み取りの違いの役は出てくるけど少なくとも姿勢は共通している。会見のシーンには本当にうんざりした。意味のわからない言い訳を堂々としているようにしか見えないし彼らはそれを当たり前のように振る舞っている。ポリコレ政治思想よくわからんけどそれって忠実に訳すための翻訳と何か関係あるんか。こんなのが翻訳するくらいなら機械翻訳と人間のハイブリッドの方がずっとマシだわ。英語圏の声優にこのような傾向があることはある程度わかっていましたがファンとの交流イベントにおいてあのような発言があっても当然とする状況には驚きました。根深い問題ですね。 AI 翻訳によって文脈を改変させない、操作させない、対応策の一助となる業務フローの試験的導入は大変意義深いしその結果についても大変に興味があります。こんなにひどいなんて本当にこの役で漫画の内容がアメリカのファンたちに理解されてしまうのは耐え難いことですね。漫画家さんはほとんどこのことを知らされていないと思います。過不調性にイライラしてるなんてセリフを日常で話すキャラクター日本ではシュールギャグ以外漫画に出ないでしょう。多くの漫画家さんたちはこれを許さないのでは？ちょっと日本では考えられないですね。私は昔アメリカに住んでいて今は日本に戻ってきていますが当時の友人とたまに話しています。その友人も10年近く前からエンタメ業界が狂ってきていると嘆いていて5年ほど前にはもうこっちの業界は活動家たちに乗っ取られて終わっている、お願いだから日本だけは変わらないでいてくれと悲痛な声で訴えてきていた。ここ数年で主に SNS の発展で少しずつ盛り返していますが日本国内の人間もこの問題に対してもっと知識を得て自分の愛する作品が活動家に利用されている現実を広めてほしい。亡くなった京アニのスタッフが浮かばれない、これもですね何人か指摘してる方いましたね。でちょっとねこれ最後になるんですがもしかしたらねこれを海外でご覧になってる方この京アニの件について詳しくわからないという方もねいるんじゃないかなと思いますのでちょっとね最後にこちらを見ていきたいと思います。ククタの世界時事ニュース。2019年ですね、日本の皆さん、そしてね、世界のアニメファンの方、ご存知なんじゃないかなと思いますが、京都アニメーション放火人事件というのが起きるんですね。2019年7月18日に、京都府京都市伏見区で発生した放火人事件。報道における略称は、京アニ事件、京アニ放火など。アニメ制作会社京都アニメーションの第一スタジオに男 A が侵入し、ガソリンを撒いて放火したことで、A を含む70人が死傷した。この事件は1938年に発生した津山事件の犠牲者30人を超えて戦争を除く明治時代以降の事件において日本で最多の犠牲者数となっている。で、このローカライズ問題を見るときに小林さんちのメイドラゴンのあの翻訳ですね、あれだけじゃないんですがあれがあまりにも象徴的だったためたびたびねひどい翻訳の例としてあの小林さんちのメイドラゴンの過不調性の翻訳というのが出てくるんですが実はですね小林さんちのメイドラゴンの監督はこの事件で亡くなってしまっているんですね。竹本康弘は日本の男性アニメーター、アニメ演出家、アニメ監督、株式会社京都アニメーション取締役、兵庫県赤穂市出身、代々木アニメーション学院大阪校卒業、既婚一女の父。2019年7月18日に京都アニメーション放火人事件が発生してから数日後安否不明となっていたことを両親が公表した。後7月26日に日本経済新聞が訃報を伝え8月2日に遺族が了解した上で京都府警察によって正式に死亡が公表された。第一スタジオの3階で事件に巻き込まれていた47歳没。2021年2月24日には2017年に監督を務めたテレビアニメ
小林さんちのメイドラゴンの続編、小林さんちのメイドラゴン S の監督を竹本に代わって務めることとなった石原竜也が引き継ぐにあたっての思いや、竹本の名がシリーズ監督としてクレジットされることが公表された。そしてね、こちらにもありますね、京アニ小林さんちのメイドラゴン S、 あの人が残した設計図。こちらね、 NHK の記事ですが、京アニつなぐ思い、この記事ではですね、亡くなった康弘さんのお母さんの思いが綴られています。頭ではもう亡くなったって分かっているんだけど、顔を見ていないからお別れができていないと思って、それが悲しいんだけど、これが本当にあの子なのかなっていうのがずっとあって、気持ちに区切りをつけたくてこれを書いて泣いていたんだけど、やっぱりこれを見ると何年経っても気持ちは一緒です。康弘くんを忘れないために、その気持ちをそのままずっと持っておきたいと思って、この記事ですね、まあ、海外の日記たちも翻訳してね、読めるように概要欄にリンク貼っておきますのでね、ぜひ読んでみてください。そして海外のローカライズに携わる方にもぜひね、読んでいただきたいですね。皆さんがどういった人が作った作品に携わっているのかというのがわかるんじゃないかなと思います。でね、これを見た上でね、この作品のローカライズに携わった方たちが本当に全世界のアニメファンの目を見て、私たちの仕事は正しかったですって言えるのかってことですよ。ああいう仕事ぶりを擁護している人たちも一定数います。本当にそれでも擁護できるんですかってことですよ。もしこれでもはいって言えるのであれば、もうそれはね、翻訳家とかローカライザー以前に人としてどうなんだっていうレベルの話だとプクタは思いますけどね。今回ね、このやり玉に上がっている作品、小林さんちのメイドラゴンに関しては非常に分かりやすい例がありますが、こうやってね、日本のアニメの制作現場に携わっている人たちは心血注いで作ってますから、とにかく元の作品に敬意を払ってくれ。これがね、今回コメントいただいた方、そして日本人の総意と言っても差し支えないんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はですね、この海外のローカライズ問題でこれまでにいただきましたコメント、これをね、いくつか抜粋して読んでまいりました。さあ、いかがだったでしょうか。海外のニキたち、これ見てくれましたかね。やはりね、日本の皆さん声を上げていなかったわけではなくって、単純に知らなかっただけなんじゃないかなと思います。これを知った方は本当一人残らず怒ってますので、この動画がね、海外での今後の議論に役立つことを祈っています。そしてコメントいただいた方、海外のニキも含めてね、本当にありがとうございました。それでは本日はここまでです。また通勤通学中にお会いしましょう。